はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、これなんて読むんだ？きらめき麦です。これ第3のビールですね。これはイオンで売ってました。珍しく。アルコール度数5%、のどこし爽快。もう見るからにまずそうなんですけど。大丈夫かな？見るからにまずそう。見るからにまずそうですね。一般的にもう第3のビールのなんか味がしそうですね。大丈夫かな？まあでもね、イオンといえばバーリアル。バーリアルの俺がクソまずいって酷評したバーリアルのドライ。あれ、とうとう販売中止になりましたね。確か。中止っていうか、もう製造禁止みたいな。もう製造されてないらしいですよ。あれ、まずすぎなんだって。絶対。やっぱり俺の味覚は正しかった。バーリアルのラガーだっけ？あれはね、美味しいんですよ。割と。だからまあ、まだ売ってますけど。やっぱりあれ、クソまずかったよ。今日のつまみは、柿の種、わさび味。じゃあ、乾杯。思った以上にまずくはないですね。そこまで。あ、トップバリューのバーリアルのラガービール。こちらはまだ販売してますが、バーリアルのドライ。ラガービールのドライ。あれはもう、終わったみたいですね。あれはさすがに。でもこのバーリアンのドライ、ラガービールか。ラガービールは美味しいですよ。1本150円ぐらいでしたっけ？あれ美味しいですね。値段相応といったところです。まあ、あれがプレミアムビールなのはちょっと謎ですけどね。どこがプレミアムなのか全くわかんないんですけど。トップバリューのね。そもそもプレミアムビールなのになんで160円ぐらいで買えるのかは謎なんですけど。その時点でちょっとプレミアムじゃないだろうと思うんですが。でもね、モンドセレクション 2年連続金賞受賞してるんですよ。ラガービール。ドイツホップ100%。ドイツのハラタウ地方のホップを使用。100%モルトビール。100%、麦芽が100%ビールみたいですね。まあ、飽きの来ない味といったところでしょうか。値段が158円。と書いてあります。でも、ドイツホップ100%で、バグが100%だから、やっぱり、ねえ、美味しいんだと思うんだけど、そこまで美味しくないんだよね。そのくせ、しかも、プレミアムビールのくせに。よくわかんないですね。そこまでこれちなみにまずくはないですけど、でもなんか飲みたくなるよね、見てると。
でもこのバーリアルのドライビールはマジクソまずかったな。この世のものとは思えない。超まずかった。超薄かった。 思った通りだよ。思った通り売れなかったみたいですね。きらめき麦。これは、きらめき麦。ググってみましょう。でもこれさ、イオンで売られてるやつでは珍しくトップバリューじゃない、トップバリューっていうか、トップバリューって書いてないよね。これトップバリュー製品じゃない。原産国ベトナム。あ、これベトナムなんだ。んー、うん、結構酸味が強いですね。ベトナム製か。あっさり。といえばあっさり。してる気がするけどね。あ、値段が確か90円とか100円ぐらいだった気がする。あ、88円だって。でもこれ確かにまずくはないけど、まあ、うまいとは言い難くはなくもないんだけどな、微妙なんだよな、これな。うん。ただ、三つ星は、よかは上だとは思うんだけど、四つ星をつけるにはちょっと、さすがにな、という感じですね。これは。これは三つ星だな、これな。結構すっきりしてるね。これはね。あんまり癖がなく飲める。けど、割と香りもある気もするんだよな。うん。ちょっとわかんないけど。関係ないですけど、最近、腰つべで、なんだっけ、マムシ酒っていうのを見まして、作ってみたくなりましたね。マムシをね、瓶の中に捕まえて、瓶の中に入れて、で、若干こう水をで入れとくんですよ。で、そのマムシはその水を飲んで、生活というかまあ暮らすんですけど、1ヶ月ぐらい、その糞を出すんですね。いわゆる。
泥抜きみたいな感じ。で、1ヶ月間その、水を交換しながら、糞を出して、腹の中を空にするんです。んで、そしたらもう、47度、専用のね、なんかね、焼酎があって、47度なんですけど、それを、ぶわー入れて、で、溺死させて、で、最低でも5年ぐらい貯蔵するって言ってたね。最低でも5年ぐらい。するんです。そんなのにつけとくの。すごいね。んで、やっぱりね、すごいらしいです。何がすごいって。需要競争的なあれがね。なんか子供が風邪ひいたらそれを、なんか、ソーダで割って飲ませて、すぐ治るとか、ね、聞きますね。あと、蜂の、焼酎漬けとか。それもしてみたいですね。いわゆる、もう、あれですよ。スズメバチの、ね。焼酎漬け的な、感じもやってみたい気もするんですけど。ただ、よくよく考えると、どちらも危険なんですよ。まあ、慣れてる人は、もうパパーッと捕まえちゃうみたいです。ちょっと、どうにもこうにも。スズメバチは、ねえ。まあ、マムシはまだ血性があるからいいんですけど、スズメバチは、まあ、刺されて、二回刺されると終わりって言ったっけ？ねえ。で、まあいいや。まあ山行けばね、マムシはいるらしいんですけど。どうなんだかわからん。まあマムシは攻撃的らしいですからね。割と。そのマムシよかさらにその毒を、マムシの3倍の毒、強い毒を持ってる、まあ、日本で一番強い毒を持ってる、なんだっけ。山かがし。あれが、あれはね、そこまで、凶暴ではないらしいです。温厚らしいですね。むしろ自分から逃げてくるらしいです。でもマムシとかはね、ちょっと攻撃的らしいんで、ちょっと、怖いですね。はい。これ水を冷やす。まあ見た目よかは、見た目ものすごくまずそうなんですけど、そこまでまずくはないということは分かった。でもまあ、所詮この程度かといったところでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。